ホアキン・ドミンゲス・ベッケルはスペインの画家である。主に風俗画を描いた。セビリアで生まれた。スペイン領ネーデルラントを羊とする名門の家族の出身で、もともとの姓はベッカーと綴った。兄のホセ・ドミンゲス・ベッケルも風俗画家として知られる。老いに画家になったバレリアーヌ・ベッケルや巧妙な文学者になったグスタボ・アドルフォ・ベッケルがいて、兄が 比較的若くして亡くなった後、老いたちの貢献人を務めた。兄と同じように、セビリアの美術学校で学び、スペイン女王イサベル二世の命令で行われた、セビリアの宮殿の改装の仕事に従事して、宮廷画家の称号を得た。スペイン王族のルイサ・フェルナンダでボルボーニア・アントワーヌ、ドルレアンの絵画の教師も務めた。セビリアの美術学校で教えるようになり1847年に、 アカデミーの正解員になった。セビリアの風俗を描いた、風俗画や肖像画を描いた。作品の中には、モロッコとスペインの間で結ばれた、ワドラス条約の調印の場面を描いた、歴史画もある。作品のいくつかは、プラド美術館に収蔵されている。ありがとうございます。